元タカラジェンヌで公認心理師の東小雪さんが私自身も加害者だったと語りました。余暇生を寮の小部屋に待機させておいて、本科生が扉を繰り返し蹴ったり叩いたりする爆弾ノックで、掃除分担や食事分担と担当ごとに呼び出す。その後、廊下に並ばせて膝立ちの姿勢で叱られました。音楽学校でも、余暇生は締めセレモニーと呼ばれる指導を受け、時に何十人もの本科生に囲まれ、人格を否定するようなことを大声で言われる。まさにバリ雑言の集中砲火でした。私の頃は、ノートをお札サイズにカッターで切、そこに本科様ご質問させていただきたいことがあります。余暇と書いたものを渡して指導を仰いでいました。紙が綺麗に切れていない、字が汚い、裏に字が透けていると難癖をつけられ、何度もやり直しになる。結果、寝ることは愚か、食べる暇もない。当時の寮は各部屋にお風呂がなかったので週に一度しか入浴できなかったこともありました。週に一度の入浴って最低ですね。宝塚は何やっているんですかね。